死に至るデート第4話始まります。体育座りの邪神と会話したところからスタートです。次の目的地は台所ですが、その前に2階の他の部屋を見ておきましょう。私の弟たちの部屋に何枚かエッチなポスターを貼ったキモオタがいたようだ。誰が貼ったにせよその顔にげんこつを食らわせてやるわ。もしかしたら弟たちの趣味かもしれないじゃん。アゼルバイジャン、この部屋布団が5か6組ありますね。じゃあ三つ子以外は全員ここに詰め込んだな。可憐な花だ。信じられないくらい綺麗。何の花でしょう。白菊とか可能。弟たちの部屋で調べられるものはなし。ではお隣の部屋へ。反対側から紫色の何かで閉ざされている。鍵穴からもよく見えない。両親の寝室は謎パワーで侵入不可能。これで2階の探索は終了。階段を降りて台所へ。わっせ、わっせ。茶の間に到着。食材といえばここにもありましたね。私はフックから肉の塊をもぎ取った。これが探している食材のはず。なんだか変な匂いがする。これ牛肉、豚肉、いずれにしても大きい。フックにぶら下がっている足の数を数える前に移動した方がいい。かたくなに足の数を考えないようにする私。液体が器いっぱいに満たされている。不安になる量の血液、これが儀式に必要なの。謎のお肉と謎の血液を回収。だいぶ素手で触りたくないセットですけど、どうやって運んでるんでしょう。台所で食材がありそうなポイントといえば、これは黒ヤギのミルク。市販されてる普通の紙パックのいちご牛乳にしか見えない。ラベルが貼ってある。カルト信者たちは両者の関係が悪化した今、ロクザーンから本物のミルクを手に入れるのは難しいのだろう。冗談ではなく、これで食材は揃ったはず。背筋に悚感が走った。私監視されてる。必要なものは全て持っている。ここから出よう。すぐに。これはいけない。ストーム族のイケてる姉ちゃんにバレたか。ロクザーンのいる寝室へそそくさと退散。何か武器がないと太刀打ちできんぜ。美味しいご飯を持ってきましたよ。未だにしょんぼり体育座り。かわいいね。さて、美食の共演の儀式は、集めるものは3つ。黒き森で死んだ生き物の肉、茶の間にストックしてあるのでチェキ。黒ヤギのミルク、市販の乳脂肪分 2% の牛乳で代用可能。生命の液体、これは血のこと。これからは血を使ってください。用意したらろうそくに赤い火を灯して栄称。アホーレオゴル、や、プブンコルナ。すでにろうそくには赤い火が灯っているので、早速栄称。アホーレオゴル、や、プブンコルナ。ああ、well done. Looks like you did everything perfectly. Impressive. なんてことなかった。儀式がこんなに簡単ならすぐにここから出してあげられそう。Perhaps so. I don't want to leave things as they are between us. Your life is your own. I'm sorry for losing my composure. あらまあ、一瞬忘れかけていたけど、文字通りの神様がわざわざ人間に謝るなんて、ちょっと驚きね。I've given it some thought. And while you may be blasphemously abstinent, you're the only person in the world that can help me. You see, if you step within range of my woods,Any desire you have that will lead you closer to me is amplified to such an intense degree that it's unbearable. And most of the time, it's lust. Anyone who is led here seeking carnal or animalistic pleasures develops the Sacramento stare and becomes a cultist. If you are brought into my woods for any other reason, you don't become one of my chosen thousand. And your desire will make you futilely search the woods for what isn't there. You'll forget to eat and sleep.And you'll search and search until you die of exhaustion and become fertilizer for the woods to grow further. You're the only person to reach me without joining the cult or dropping dead. Thanks in no small part to the fact that you don't have lust to amplify. My only question is, if you're not here for lust, why are you here? 私はポケットからレシートを取り出した。両親を探しに来たの。両親は1年前にこの辺りで姿を消した。これ両親からの手紙だったわ。この家にいるって書かれていた。ところが私がここに来た途端、ただのレシートに変わってそれっきり。 The woods have indeed toyed with your emotions to bring you here. That paper was likely never a letter from your parents, but the woods made you believe it was. I'm sorry.
つまり、二人はその、もういないのね。They were likely consumed by my woods no more than 3 days after they disappeared. 腹を殴られたような気分。両親がいなくなってから随分経つけど、悲しみは薄れない。Eat. It'll give you your strength back. The woods won't let you feel how tired you are. 疲れは全く感じない。そういえば家に着いた時は倒れそうだったのに、手紙を受け取ってからご飯食べてないんだっけ。何口か食べると涙は収まっていった。 There, there. It'll be all right, Stardust. Stardust? どうして両親が呼んでたニックネームをあなたが。 Anything that dies within my black woods becomes a part of it. A part of me. Their memories of you likely live on in me. これで決着がついた。私の両親は本当に亡くなっていた。彼女がニックネームを知る唯一の方法なのだから。でも私は失踪に終止符を打つため故郷に戻ってきた。それは成し遂げる。あの、ぶしつけなことを聞くけど、行方不明の人たち、それと探しに来た人たち、あなたが全員殺したの？ It was never supposed to be like this. I came bearing gifts of safe childbirth for infant and mother. Hungerlessness. Disease immunity. But instead...My own worshippers tormented me until it broke my heart. Now my woods are bloodthirsty. And I'm forced to watch innumerable die. でもどうして？どうしてそんなことができるの？どうして彼らはあんなに憎しみに駆られているの？ Because it's had an eternity to accumulate. うん、今のは何？一階で何かが壊れる音がした。Are they coming? Already? No, 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 no! 忘れてた。ルクザーンも私と同じように怖いんだわ。彼女のためにも怖がらないように気をつけないと。家のせいかもしれないわ。ほら、古くて腐っているところもあるから時々家が勝手にきしむの。私は自分の部屋を見渡し一番頑丈そうなものを探す。カルトたちはベースギターをいじらなかったようだ。調べてくる。音は台所から聞こえてきたはず。護身用武器、ベースギターを手に入れた。これでカルト信奉者の頭もバチコーンにてもう足りますわ。いざ鎌倉。茶のままでやってきましたが、特に変化なし。問題の台所は誰もいない。さっき見た時と変わったところは見当たらない。本当に家がきしんだだけかも。よかった、不法侵入してきたカルト信奉者はいなかったんだ。今の一撃で彼女は気絶したようだ。大きな音を出してしまったのであまり時間はかけられないけど、この狂人が目を覚まして、また待ち伏せされてはたまらない。目の届く場所に縛りつけておこう。なんであのナイフは血まみれなんだろう。体のどこにも傷は見当たらない。それに痛みもない。カルト信者の襟首をつかみ少し引きずる。異常に軽く感じるが、反して左腕に力が入らない。何がどうなって。何よこれ。今の光景、何度目を凝らしても戻らない。私が受け取った偽の手紙のように、森が私の怪我を隠している。じゃあいつ死ぬかわからない。ベースギターをストラップで肩にかけ、右腕だけでカルト信者を引きずっていく。痛みや疲労を感じることができたら、これはきっと拷問みたいな行為だろう。今のスターダストは一体どういう状態なのか。湧き出る疑念を抑えつつ、ロクザーンのいる寝室へ。ただいま。 Welcome back. What is that? ベースギター。 Not that. The dead body. ああ、彼女なら生きてるよ。ほんとほんと。 You took one of the thousand alive? And then brought them here? This is... Very good, actually. Now you have a blood sacrifice if you need one. 今なんて。 Some of these rituals require blood or human... participants.
Having someone knocked out and served to you on a silver platter makes things much easier. 生贄にするために階段を引きずり上げてきたわけじゃないし、私は部屋の支柱の後ろに彼女の手首を結んだ。Now, I'm an outer god, so my moral code is completely different from that of humans. But didn't they just try to kill you? かもね。でもその仮面の下、行方不明になった誰かかもしれないでしょ。両親が帰ってこなかった時に感じた思いを誰かにさせるなんて私にはできない。マスクはカルト信者の顔にぴったりと密着している。だがそれをぐっと引っ張る。ああ、彼女は Nanny! You! Oh, you're that klutz from Missing Person Lane! You worthless lamb! We'll kill you! You'll never... やれやれ、ちょっと頭を強く叩きすぎたかも。It's not that. She has the stare. Her lust for the leader of the thousand, Buck, has been amplified a thousandfold into blind fanaticism. ねえ、逃げようとかしないで。あなたを傷つけたくはないの。ただ、また攻撃できないようにしたかっただけ。You think you can steal my book, bash me over the head with a guitar, tie me up, and get away with it?You're so dead. What did you expect to thank you? She's long gone. It's pointless trying to talk to her. If you're insisting on keeping her alive, just do us both a favor and keep an eye on her. If you have to look away, don't turn your back on her for too long. 私は彼女に生きていてほしい。もし彼女が眼光を備えていても、それを選んだのは彼女じゃない。騙されてここにやってきた無関係の人間のはずよ。ねえ、今はじっとしていて。そしたら私がここでやることをやった後、あなたを返してあげる。いい。 Drop dead. 私はため息をつき、彼女にマスクを返した。まずは手始めに私の腕をどうにかしないと。えらいことになった。目標更新、活力増強の儀式をしよう。では新たなページをチェキ。怪我の治癒を目的とする術では、ヤギの頭蓋骨をかぶり、ろうそくに緑色の火を灯す。自対象なら印 A を描き鏡の方を向き、他対象なら印 B を描き対象の方を向く。A 章、アオルナングトグイエコグニョルグリムスバだ。では準備開始。ろうそくに緑の火を灯し、ナニーからヤギの頭蓋骨を拝借。ボードに印 A を描いたら、鏡の方を向きまして。アオルナングトグイエコグニョルグリムスバだ。よし。これで大丈夫なはず。腕を触ってみても痛いのか痛くないのかわからない。出血していないことを祈ろう。私の怪我の方は片付いた。ねえ、そのあなたは何だっけ。マスクを返してあげるから、あなたも儀式をして。そのタンコブ痛むでしょう。 What? The one you gave to me? 傷つけるつもりはなかったの。あなたが襲ってきたから身を守っただけ。怪我してるのよ。手当てぐらいさせて。それでチャラ、いいでしょ。 Like, barf me out. さあ、唱えて。ページの一番下。 I know how to do it. A hornot, a goth tog, like, you got more grins bada. よくなった。 This is gonna come back to bite you. Just wait until I break free, then you're toast for real. 手厚く保護してあげてるというのに、なんて言い草なのだよ。目標更新、鎖花の儀式を行う。鎖花の儀式は、根絶やしの儀式を安全に行うための加護術である。効果は死んでも解除されることはない。必要なものは、黒き森の水で育った植物の鞘、森で死んだ動物の生肉、森の土で育った花の花びら。いよいよ根絶やしの前段階まで来ましたよ、後藤さん。げえ、なんともゾッとする儀式だ。What's wrong? なんでもない。ただちょっと気味が悪くて。どうもいろいろ食べる必要があるみたい。The seed, made immortal by my influence. When you die, the seed will bloom, leaving something good in the world long after you've passed away. それって、実際、ちょっと素敵じゃない? Really? You think so? もちろん、死ぬことを考えるのは好きじゃないけど、自分の一部が生き続けると思えば、なんだか安心しない? Well, the same could be said about having children.They carry on your legacy long after you die, too. And if you have a bunch of children, it's like living forever.
Doesn't that sound nice too? やれやれ、孫の話ばっかり。まるで私のママみたい。I can work with that. ロクザーン。Kidding. I was only 60% serious. それでも半分以上は本気だったのね。But then again, living forever is something best done through offspring. Experiencing it yourself. You mean like what you did to my Bucky? He brought that upon himself. You cursed him. He was your most devout follower, and you cursed him. 待って、呪われた。One of my followers, the leader of the thousand, stole a kiss from me long ago and became immortal. No matter what happens, he will still exist. Forever. それがどうして呪いなの？私は今すぐにでも不死になりたいけど、永遠に生きられたらいいと思わない。No! I mean... Immortality is certainly not living forever. The pain you feel after fatal wounds becomes permanent, lifelong agony.For instance, if a human drowns, they feel indescribable fear and pain for seconds, maybe minutes at worst, and then are swept away by the mercy of death. An immortal human would continue to drown, thrashing and screaming soundlessly, until help came. If so, for a mortal human to be cursed with cosmic permanence, immortality is terror beyond death. Buck realized this, and is tormenting me until I take it back.ならどうして彼の不死を取り除かないの？そうすれば解放してもらえるんじゃない？ If cosmic permanence was something that could be undone, it wouldn't be permanent, would it? When Bucky finds you, when he gets his hands on you, Buck is already here. といったところで今回は終了です。次回、交渉。それでは皆さん、お達者で。